動画を見ていただいてありがとうございます。それでは早速ギャラクシーファイトモチーフ、モチーフといってもそのまんまなんですけれども、ソロの解説に入りたいと思います。テンポの割に音数が多いですので、一見難しそうですけれども、実際は簡単なテクニックの集まりです。わずかにテンポを落とすだけで初心者でも十分対応できると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。イントロのダブルストップは A の5度コードです。グリッサンドで様々な表情をつけられます。ここでは素早く上げてゆっくり下ろすという感じで演奏しています。最初の2小節フレーズです。素直に一拍ずつ見ると繰り返しの少ない、複雑なフレーズのようですけれども、一拍半16分音符を6つずつ見るとほとんど同じ手順が繰り返されているのがわかると思います。基本となるテクニックは、まず開放の右手ダブル、左手ミュート、右手ミュート、プルからハンマリングオンという手順です。最後の2拍は、開放からハンマリングを挟んでのオクターブです。開放、ハンマリング、オクターブ。このフレーズも一拍半で区切ると同じ手順を2回繰り返しているのがわかります。はじめの3連符はまず開放、左手ミュート、右手ミュート、手癖になってしまえばさほど難しくないと思います。2小節目の頭、4弦開放から1弦をプルで弾く場合ですけど、4弦を弾いた後、プルと同時に手のひらでミュートします。この開放をプルで弾く部分、その間にポジションを移動します。続く2小節は初めの2小節と全く同じです。ここには難しい要素はあまりないんですけれども、ハイフレットですので、しっかりアタックを、続くフレーズも開放の間にポジション移動します。E の連打です。2小節目ラストの3連符は開放弦ではなく D から始まります。左手を人差し指とその他の指に分けて、指板の上を歩くようなイメージで、
このように動かすとうまくいくと思います。前半は E の連打ですけれども、後半ハンマリングを挟んだ開放からのオクターブが入ります。開放ハンマリングオクターブ、開放ハンマリングオクターブ。譜面では3つ一塊になっていますけれども、3連符ではありません。16分音符3つのポリリズムですので、16ビートとして流れるように注意してください。これは E の開放フレーズにハーモニクスを組み合わせたものです。一般的なフォームで左手ミュートをするとハーモニクスも消えてしまいますので、指先で4弦のみを叩いてミュート音を出すようにします。前半は先ほどと全く同じです。後半は手順は同じですけれども、音を少し発展させて開放ハンマリングオクターブではなく3度をプリングします。3弦からの手順は全く同じです。オクターブ3度オクターブ、つまりサムは3弦4弦、プルは1弦で固定されることになります。スラップの得意なオクターブ奏法というのはハーモニー感には乏しくなりがちです。開放ハンマリングからオクターブ以外の音につなげることで、よりカラフルなフレーズになります。これは先ほどのフレーズを単純に発展させたもので、手順は全く同じです。左手のポジション移動が忙しいですけれども、各パターンの初めの音が開放ですので、印象よりずっと簡単です。次はリズムの方を発展させて音の数を一つ増やしています。手順はまず開放ハンマリング、もう一度叩いてプルにつなげる。4弦開放 E の連打にプル・ハンマリングを交えたスラップの王道パターンです。手順としてはまずプル・ハンマリング、右手ダブル、左・右・左・右というパターンです。Thank you.
拍六連符の繰り返し、このソロの最大の見せ場ということになろうかと思いますけれども、音が詰まっているので難しそうですが、実際は本当に簡単なパターンです。誰でも弾けると思います。手順はフルハンマリング右手ダブル左右、これだけです。最後は E7th のコードをプルで弾きます。ソロの締めくくりですけれども、まず4弦7フレットの B、 これに5フレットのハーモニクス、これを絡めています。 E に戻りやすい響きですのでよく使っています。単純な加工フレーズ、最後は Em7th。派手にかき鳴らしてもいいんですけれども、忙しいソロでしたのであえて静かに終わってみました。